三角山放送局チームクレレッコの行ってみることに。皆さんこんにちは。私たちはことにのご当地アイドルチームクレレッコです。今日のメンバーは真野ジュナと五条もかと秋吉舞です。ここからの30分間はチームクレレッコの行ってみることににお付き合いください。この番組はチームクレレッコのメンバーがことにの魅力を発信していく番組です。私たちの普段の活動や最新情報、スイーツ&バーブランシュことにの情報などもお伝えします。放送は毎週水曜日の午後5時30分から午後6時です。はい、ということで私たちついこの間奄美から帰ってきたということで、はい、奄美大島に行ってたんだよね。そうですそうです。ちょっと気温差やばいね。やばいですね。奄美20度ぐらいあったのかな。ありましたね。初日21度あって、暑い。半袖で過ごしてたのにね、こっちに帰ってきたらまだ雪がいっぱい残ってて、ちょっと気温差大変なんですけど、今日も頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ今日も早速メッセージ来ているので読んでいきます。クレレッコ、ラジオネーム K 村さんからです。クレレッコの皆さんこんばんは。こんばんは。週末の大阪奄美大島の遠征お疲れ様でした。感想を聞いたところでもちろん楽しかったでしょうし、また一ついい思い出ができたことでしょう、うん、名古屋東京とこれからも頑張ってくださいということです。はい、ね、大阪奄美に行ってきて、はい、来週だったっけ、名古屋と東京があって、ね、3月はねすごく忙しい1ヶ月だね。頑張っていきたいと思います。はい、さてこの番組では私たちへの質問やリクエストなど皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先の紹介をまいまいお願いします。はい、メールはリクエスト@山.co.jp、 ファックスは 011-640-3331 です。ツイッターでご参加の方はハッシュタグ行ってみることに、ひらがなで行ってみることにとともにつぶやいてくださいね。そしてこの番組はツイキャスでも配信しています。ツイッターでことにアイドルプロジェクトのアカウントがありますので、こちらから生放送の様子を見てもらえます。ツイキャスからのメッセージもお待ちしています。それではここから30分チームクレレッコの行ってみることに、どうぞお付き合いください。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りします。ことにに美味しいソフトクリームと手作りクレープのお店ブランシュことにがオープンしました。ソフトクリームには倉島乳業の美味しい牛乳を使っているので、濃厚なソフトクリームを楽しめます。ことに栄町通り沿い、ことに一条5丁目、地下鉄ことに駅一番出口から徒歩1分。皆さんのお越しをお待ちしております。ことにの街を歩いていると新しいお店が次々とオープンしていて、気になるお店がありますので、今日はことにで最近オープンした新しいお店をご紹介します。じゃあまず最初のお店をまいまい紹介お願いします。はい、最初は居酒屋ふるさとことに支店さん。今年の2月17日にリニューアルオープンされました。ふるさとさんといえばことに発祥の有名な居酒屋さんで、ことに一条一丁目に本店があります。ふるさとさんは札幌の駅前通りに札幌総本店もあります。どちらも新鮮な食材を使った安くて美味しい海鮮系のメニューと美味しいお酒で有名です。はい、このふるさとさん私も行ったことあるんですけど。あ、そうなんですね。うん、海鮮がすごく美味しくて、はい、今日ここにねメニューがあるので、ちょっとメニュー見ながらどのメニューが気になるかなって探していきたいと思います。まいまいはどれが気になりますか。ジュナちゃんが八角だしが美味しかったって言ってたじゃないですか。あ、そう、なんかここじゃないんだけど食べた八角が美味しかったっていう。あ、そうなんですか。そうそう、このお店じゃないんだけど、このお店じゃない。そうそう、でも八角の天ぷらがこのお店あるってことで、ちょっと食べたことないから八角を天ぷらにしたらどうなるんだろうみたいなね感じで、ちょっと気になるなとは思うね。すごいなんか変わったものいっぱいあるね。サメカレーとか、サメカレー、カラフトシシャモとかね。カラフトシシャモ、あ、本当だ。あ、八角刺しここにもありますね。ありますね。八角刺し、八角刺し何のお魚ですか。八角はちょっと白っぽいお魚でね、白身魚。
初めて聞いたのでちょっと気になりました。うん、なんか食感がねちょっと歯ごたえある感じで、美味しい。塩で食べたら美味しかった。いいな。あとはホッケとかもいいね。開きホッケ焼きとかも気になるね。うーん、美味しそうですね。しかもお値段もそんなに高くないからすごいリーズナブルじゃない？確かに。こう見るとね、いいね。またあのいいですね。マイマイとはね居酒屋とか行ったりするからね。ああ、行きますね。今度ね行きたいねここにもね。はい、じゃあ住所教えてください。はい、住所は札幌市西区琴似1条4丁目 2-12 地下鉄東西線琴似駅より徒歩約2分、元の富士屋さんの跡ですということですね。じゃあリンクソホルからすごい近い場所だね。近いですね。はい、ということでじゃあ2軒目紹介いたします。2軒目はですね、今ご紹介したふるさと琴似支店さんの建物の2階にオープンした担々麺一流琴似店さんです。こちらは昨年12月3日オープンしました。担々麺一流さんは銀座花膳のオーナーシェフが手掛ける新しい担々麺専門店です。ごまの香りと濃厚な味わいに重点を置き、麺は上質な国産小麦を使用した特製麺で作られた今までにない新しい担々麺を提供しています。はい、そして人気のメニューはですね、濃厚エビ担々麺、名物冷やし担々麺、絶品汁なし担々麺、野菜たっぷり濃厚担々麺、野菜たっぷり名物冷やし担々麺です。はい、ということでジナ、ここ、この間行ったんでね。え、行ったんですか？そう、先月かな。はい、行って、はい、濃厚エビ担々麺を食べました。汁なし担々麺気になりますね。汁なし、そう、美味しそうだった。めちゃめちゃ美味しそう。なんかあの、うん、エビのあのカリカリのやつが乗ってて、うん、なんていうの、ドライエビみたいなやつ、ちっちゃいエビのカリカリのやつが乗ってて、それを混ぜるとすっごい香ばしくてね、美味しかったし、店内がすっごい綺麗だった。うん、なんか新しいって感じだった。オープンしたばっかりだから。そう、なんかあの女性とかでも入りやすい感じの綺麗な店内で。あ、そうなんですね。なんかこう担々麺って言うとさ、はい、そんなこうなんていうの、小切れのお店を想像していかないから。確かにすごいいいなって。女性も入りやすい感じですね。そうこちらですね、カウンターの15席で1人で入りやすいと評判です。住所は札幌市西区琴似1条4丁目 2-12、 こちらも地下鉄東西線琴似駅より徒歩約2分、ふるさと琴似支店さんの建物の2階です。はい、じゃあ3軒目紹介お願いします。はい、今年の2月14日にオープンしたタイレストランわざなさんです。はい、地下鉄琴似駅からリンクスに向かう途中、ケンタッキーさんの横のビル入り口に気になるポップがあって、そのビルの地下にあります。はい、ガパオライスが人気とのことでランチ営業もされていて、本格的なタイ料理がお手軽な値段で堪能できます。はい、ランチはパッタイというタイ風焼きそば、カオパッドくんというエビチャーハン、豚肉のガパオライス目玉焼き付き、ゲンキャオワンというグリーンカレーがあります。難しいね。タイの言葉なのでちょっと馴染みがない感じですね。ねえ、なんかカオパッドくんとかかわいいカオパッドくん、人の名前みたいな。トムヤムくん的な。え、そうなんか。くんってどういう意味なんですかね。ねえ、くんって多分なんかあるだろうね。でも、うんうん、なんかよく聞くよね。これがあの配信とか見てる方は見えるかな、はい、これがポップ。めっちゃ気になりますね。すごい近くだね。リンクスのすぐ横のビルじゃないかな。え、ランチあるのめっちゃ気になります。で、ランチあるらしく、11時から14時半はランチって書いてますね。タイ料理ってあんま食べることなくない？わ、私一回も行ったことないと思います。タイの、いや、味のもない、お店ってなんかあのガパオライスってよく聞くじゃん。聞きますね。どんな味するんだろうって気になるよね。確かに食べたことないです ね。こんな近いならいけるよね。住所も教えてください。はい、住所は札幌市西区琴似1条 5-4-18 細川ビル地下1階です。はい、ありがとうございます。はい、ランチもやってるということで皆さんぜひ行ってみてください。はい、そして4軒目はですね、2月5日オープンの韓国居酒屋よいさんです。こちらのお店は韓国食材スーパー新マートの直営店で、お店は韓国ドラマに出てくるような雰囲気の韓国居酒屋となっています。いろんな種類の本格的な韓国料理が楽しめます。札幌にある韓国料理店の中でもナンバーワンのメニューの多さだと評判です。すごいね、韓国料理屋さんがあるんだね。そうなんですね。知らなかった。新マートの直営店ですか？新マートってあそこだよね。あそこですね。あの5588の中の。たまに行きます。うん、ずなもたまにちらっと行くことあるけど。そうなんだ。なんかさ、韓国ドラマとかさ、毎回見るじゃん。見ます。なんか
好きなんじゃない？食べ物が美味しそうなんですよね、うん、毎回。あ、韓国の。そうなんだ。なんかやっぱ見てるとさ、食べたくなりますね。はい。インスタグラムもねあるっていうことで、ぜひみんなもね見てほしいんですけど、なんかあの、うん、ツイキャスのコメントでも今調べてくれてる人がいるんだね、うん、多分ね。すごい。韓国居酒屋よいさん、ちょっと調べてみますか。あ、なんか韓国の方の YouTube とかも見るんですよ、うん、よく。うんうん。でやっぱりなんかあの私たちみたいにあのコンビニの新商品みたいな感覚で、うん、なんかちゃんとしたお店とかじゃなくても韓国で今流行ってるものとか紹介してくれたりするからめちゃめちゃ気になりますね、うん、韓国の。すごいよ。ちょっと、あー本当だ。なんかチーズとか、なんかまさにって感じですね。まさにだね。これなんか韓国料理って感じ。うわ、このチーズキンパめっちゃ美味しそう。わー大好き。いいね。ここはちょっとあの若い人とか特にすっごい惹かれるんじゃないかなって思うし、ね、あのインスタグラムがあるっていうことで、うん、すぐ韓国居酒屋よいで出てくると思うので、うん、ぜひ調べてみてください。こちらですね、住所は札幌市西区琴似2条3丁目 1-3 帝王ビル地下1階、地下鉄東西線琴似駅から徒歩5分です。はい、はい、じゃあ最後のお店紹介お願いします。はい、昨年の11月5日オープンの焼き鳥や餃子、ラーメン、シューマイなど多彩なメニューを提供する居酒屋さんです。特に人気なのは豚骨スープを練り込んだスープと肉汁がじわっとあふれ出すヤンゴン豚骨肉汁餃子、何個でも食べられちゃう美味しい一品と人気です。はい、こちらのお店ヤンゴン琴似店さんということで、うん、通りかかったことがある気がする。駅前通りのところにある、うん、はい、なんかちょっと目立つお店なんだよね。多分見たことあると思う。前々も、あ、そうなんですね。なんかね、はい、あのすごく目立ってて、あ、新しいとこできたんだなって思ってたんだけど、はい、あ、そうなんですね。そうそう、餃子って美味しそうですね。あ、これこれ、話せば長くなるうまい肉の話って書いてるところなんだけど、なんかなんだろうって思ったんだけど、はい、なるほど。ツイッター、こちらツイッターがねあるんですけど、はい、あれみたい、ウーバーイーツとかもあるって、ウォルトとかも注文できるってことで、うんうん、シューマイ弁当とか、うんうんうん、あとこれはザンギ弁当とか、おパクチー餃子とかあるんだって。パクチー、わ、これすごい。ウフフなポテトサラダ、え、すごいですね。すごい。パルミジャーノレッチャーノを練り込んだポテトサラダに自家製のソースをかけた一品です。美味しそう。なぜこの名前かは来店されたお客様にお教えてしますって書いてるので気になる。じゃ行かないとわからないんだ。 SNS では知れないということで行ってみたらあの聞いてみてください、ぜひ。はい、こちら、あ、プロフィール欄にもいろいろ書いてるんですね。北海道初の豚骨スープ入りヤンゴン餃子、食べ応え抜群のジャンボンシューマイそうですね、新鮮で希少な部位を使用したプレミアム焼き鳥、うんうん、締めに食べたい豚骨あごラーメンということで、 JR琴似と地下鉄琴似の両方からアクセスしやすい居酒屋、堀ごたつ&個室完備、席数85席の広々とした空間でお待ちしておりますということで、85席あるのすごくない？確かに広いね。85席だってブランシュが50何席とかでしょ、あの広さでも。すごいですね。すっごい広いんだね。じゃあすごい、なんかねツイッター見てたら本当お腹空いてきちゃったんだけど確かにすごいね、美味しそう。晩ご飯の時間だから。そうだよ、これ聞いてる人もね絶対お腹空いてると思うんだけど、このジャンボンシューマイすごい。シューマイやばいですね。ちょっとこの写真をマイマイに見せる。あー美味しそう。美味しそう。めちゃめちゃ本格的。うんね、そうなんですよ、うん、餃子もねあったりとか、うんうんうん、いろいろあるので。あ、店の外観はこんな感じですね。赤い看板になっていて、あ、見たことありますね。見たことあるよね、うんうん、そう、すっごい目立つ。あの赤い旗が立っていて、入り口のドアも赤くて看板も赤いので、とにかく赤い。はい、ということで現在は時短営業となっていますが、テイクアウトでお弁当の販売を行っていて、ヤンゴンの味を手軽に味わえるようになっています。ウーバーイーツワルタからも注文できますということで、住所教えてください。はい、はい、こちらの場所は札幌市西区琴似1条3丁目 3-28 琴似13ビル1階です。はい、はい、ということで、いろんな気になるお店があったね。そうですね、うんうん、特にどこが気になったとかある？前々は、私はやっぱ行ったことがないので、うん、タイレストランの技野さんめちゃめちゃ気になりますね。確かに近いしね。そう、顔パッ
ットくん、エビチャーハンのこと顔パットくんって言うんだね。顔パットくんめっちゃ気になりますね。確かに食べたいな。このグリーンカレーの名前難しいね。ゲンキャオワン覚えられないかも覚えられないですね。シナはですね、ヨイさん気になりますね。韓国居酒屋、なんか韓国料理って美味しいけど家であんまり作れないから、ですです、やっぱお店で食べたいなって気持ちがあるんだけど、確かになんかコトニにもあるんだって思うとちょっと行きやすくていいよね。確かに。はい、ということで以上コトニの新しいお店の特集でした。実は今お聞きの行ってみるコトニですね、4月から大々的にリニューアルする予定で、まん延防止が解除されましたら今日のようにお店を紹介するだけではなく、突撃取材とかグルメレポートも行う予定です。これからもコトニの新しい情報、美味しい情報、役に立つ情報をお届けしますのでご期待ください。それでは1曲お送りします。ふわふわパーティーです、どうぞ。さんからのメッセージを紹介します。まずはマイマイ紹介お願いします。はい、ラジオネームマイマイは心の恋人ひろひろさんからです。クレレッコの皆さん、こんにちは。こんにちは。
大阪からの奄美大島遠征組は長旅お疲れ様でした。自分は大阪で行ってらっしゃいだったけど、久しぶりの人とも会えたりして大阪遠征楽しかったです。でも先に帰ってくるのはやっぱり寂しかったな、うん、さてさて奄美大島めっちゃ楽しそうでしたね、うんうん、綺麗な海や観光地を見たり珍しい食べ物を食べたりしていたようですが、お土産話をたくさん聞かせてください。では今週末はことにで会えるのを楽しみにしています。はい、奄美大阪楽しかったね。楽しかったですね。奄美では鶏飯っていうね、奄美の料理を食べて、なんかなんていうのあれ、なんかお茶漬けみたいな感じで出汁をねかけて食べる、美味しかったですね。ご飯なんだけど美味しくて美味しくて、うちらお土産買いすぎちゃったもんね。昨日お土産の鶏飯フリーズドライのやつ早速作って食べました。まだ食べてない、それ買ったけど。あとパパイヤの漬物食べたんですよ。美味しかった。めちゃめちゃ美味しい。あ、いいね。ツナはあの昨日奄美で買った黒糖焼酎で作った梅酒、うん、飲んだんだけど味がめっちゃ濃くて。いやですよ ね、 ね、あっちのなんか九州の方ってなんでこんなにお酒が美味しいんだろうって思うよね。美味しいですよね。はい、じゃあ次のメッセージ読みます。はい、ラジオネーム岡弘ちゃんからです。はい、フレレコの皆さんこんばんは。こんばんは。さて毎度おなじみ休日の水曜日恒例の晩御飯の支度をしながら聞いています。今日はスズキのムニエルと豚肉の照り焼きです。美味しそうね。ところで最近リンゴジュースにハマっていて、いろんなメーカーのリンゴジュースを飲んでいます。皆さんは何ジュースが好きですか。おー、ジュースか。ジュース、毎回ジュースあんま飲まないんじゃない。ジュース飲まないですね。水とかね、お茶とかですかね。健康的ね。確かに。ジュース最近さあんま飲まなくなったの、うん、それ今日水なの。確かに思いました。最近ね水飲んでるんですよ。しかもラベルレス。そう、これなんかおしゃれな、健康に気を使う、健康じゃない、地球、そう、地球に環境に気を使ってる、気を使い出したので、うちは水を飲んでるということで。うちはジュース飲まないです。あ、そうですね。はい、じゃあ次のメッセージお願いします。はい、ラジオネーム山ちんアトス道組さんからです。クレレッコの皆様こんばんは。こんばんは。いつもツイキャス YouTube 等で拝見させていただいてます。毎週楽しい放送をありがとうございます。先週末大阪奄美大島遠征お疲れ様です。自分は大阪のライブ参加させていただきました。クレレッコさんのライブはいつも本当に楽しいです。名古屋も行かせていただきますので今から楽しみにしています。皆様体調に気をつけて名古屋東京遠征頑張ってくださいね。ずっと応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう今回のラジオは奄美大阪で持ちきりですね。めちゃめちゃねぎらわれてる。ありがとうございます、ね、なんかツイッターでもうちはしつこいくらいに奄美とか大阪のことを発信し続けたから、やっぱみんな気になってるんだろうね。確かに。もうあの行けなかった人が悔しがってました。いやいや、やっぱり悔しいよ。やっぱり無理してても奄美行けばよかった。じゃあその反省を生かして次回があったらぜひ来てくださいということね。はい、じゃあ最後のメッセージ読みます。ラジオネーム慎太郎さんからです。チームクレレコの皆さんこんにちは。こんにちは。いつもラジオを楽しみにしています。さて先週末は大阪ワンマンからの奄美大島とイベントが盛りだくさんでしたね。またライブ配信ありがとうございました。僕は奄美2日目のライブ配信しか見れなかったけど、かなり楽しそうな様子が伝わってきました。ということで今回の遠征の感想を教えてくださいということです。今回の遠征の感想、まあでも、うん、あの、まあ、初めてのメンバーだったので、うん、あの今回の遠征にいたメンバーが、うん、でなんか私たち以外は高校生じゃないですか。そうね、修学旅行かなっていうくらい、うん、本当になんかあの高校生組がはしゃいでたね。どんなところでも写真撮ってましたね、うん、なんかだってさ、なんか、うん、なんか何百枚も撮ったって人が言ってたよね。だってあの飛行機の座席があの隣とかではないんですけど桜と近くて、うんうん、パシャパシャパシャって聞こえてきて、飛行機です、何でそんな撮ってるんだろうみたいな。そう、何でも思い出なんだろうね。そうなんですよ。すごい気がついたらカメラ向けてなんか地面とかも撮ってたから、うん、すごい不思議よね。でも私たちも修学旅行それくらいの勢いで写真撮ってましたよね。だからやっぱ若いとやっぱやるんですよ。いろんな、うん、うちはさすがにもうやんないけどね。はい、ということで皆さんメッセージありがとうございました。ありがとうございました。お送りしてまいりましたチームクレレッコの行ってみることに、そろそろお別れのお時間です。まずはイベント情報とスイーツ&バーブランシュことにからのお知らせです。イベントは本日19時30分新野と秋吉のホルムルビリンスの定期公演があります。はい、ぜひお越しください。お越しください。でブランシュことにからは、はい、
ちょっと新しいお知らせがあるので言いますね。はい、3月13日からいちごの生どら焼き販売開始ということで、すっごく美味しそうなんですけど、完全数量限定、売り切れちゃったらごめんなさいって書いてあるんですけど、濃厚生クリームとフレッシュな生いちごを使用したいちごの生どら焼きが販売になるということで、こちら350円でね、ちょっとお安いので、ぜひぜひ数量限定なのでお早めに食べに行ってください、はい、そしてこの番組は YouTube で後日配信をします。はい、今日の放送は金曜日のお昼12時頃にことにアイドルプロジェクトの YouTube チャンネルにアップしますので、こちらもぜひ見てください。 YouTube でチームクレレッコの行ってみることにで検索してみてくださいね。さて今日、皆さん今日の放送はいかがでしたか？やっぱり奄美と大阪のこと今めちゃくちゃ思い出して帰りたくなりました。帰りたく、寒くて。どこがあなたの地元ですか？でもなんか老後は奄美みたいなとこで過ごしたいってめちゃめちゃ思った。なんか時間の流れがさ、ゆっくりしてましたね。ゆっくりだよね。なんか本当にいたの2日だけだっけってくらい。いや確かに、なんかもう地元みたいな気持ち。なんか地元の人も優しくてさ、すごい話しかけてくれたり、ことにもさすごい話しかけてくれるけど、なんかそれ以上だったよね。なんかでももうみんな帰りたくないって言ってましたね。おすすとか初遠征だから帰りたがってるんじゃないかなと思って、最初にまだここにいたいって言ってて、そうだよねね。なんかさ、南国特有のなんかヤシの木みたいな木とかも生えてたりして、した、ね、もうなんか全部が映えだったね。確かに最高でした、最高でした。はい、ということでそれではそろそろお別れです。今日はクレレッコのジャンピンアップを聞きながらお別れです。ここまでのお相手は真のジナと小嶋もかと秋吉舞でした。それではまた来週、せーのバイバーイ。美味しいソフトクリームと手作りクレープのお店ブランシュことにがオープンしました。ソフトクリームには倉島乳業の美味しい牛乳を使っているので、濃厚なソフトクリームを楽しめます。ことに境町通り沿い、ことに1条5丁目地下鉄ことに駅1番出口から徒歩1分。皆さんのお越しをお待ちしております。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りしました。